はい、こんにちは。安藤明久です。今日はですね、勉強しているつもりになっていないかという話をします。この動画を見るとわかることはですね、勉強とは知識を得ることだけではないということがわかります。では、いきましょう。私はですね、いろいろセミナーとかですね、勉強会に出席をしています。で、それでですね、勉強会やセミナーに出席しているとですね、あるタイプの人がいることが分かりました。で、それはどういうタイプの人かというとですね、知識を得るだけで満足する人がいるということなんですね。例えば、株のセミナーに出席をしてですね、株のノウハウをいろいろ学びます。で、それでですね、よし、これでですね、自分は株で儲けるはずだと言ってですね、いい気分になるんですね。セミナー自体には満足してるんですけど、いい気分になって、それで終わりという方、そういう方がいます。他にもですね、例えば、勉強会に出席をしていて、その時にですね、私はこういう仕事術の本を読みました。で、どのようなことを実行していますか、実践していますかと、そういう質問をするとですね、何も実践していないっていうんですね。ただ仕事術の本を読んで、本を読んだ達成感があって、それに満足している。こういう人が結構な割合でいるということに気づいたんですね。で、もちろんですね、勉強をして、で、そしてですね、いろいろな知識を得て、そして自分はよし頑張った、よく本を読んだとか、セミナーに出席していろんな知識を手に入れたと、そうやって満足することは大切なんですけれども、ただですね、その満足するだけではもったいないんですね。大切なのはですね、知識、あなたが学んだ知識をですね、どう活かせるかが大切なんです。ここで少し考えてほしいことがあるんですけれども、なんで勉強をするか、それの目的が大切なんですね。で、なんで勉強をするかというと、それは今あなたの目の前に何か問題があるからなんですね。株のセミナーに出席をする人は、例えば、株をやってみたいとか、お金を増やしたいとか、資産を運用したいとか、そういう目的があります。そういう問題があります。で、この問題を解決するためにですね、セミナーや勉強をしているんですね。で、何が言いたいかというと、ただ勉強をするだけじゃ何も問題は解決しないっていうことを言いたいんですね。問題を解決するためには、その学んだ知識を生かして行動しなければ何も変わらないんです。ですから、セミナー前にですね、株のセミナーに出て、お金を増やしたい、資産を増やしたいと思ってセミナーに行きました。セミナー後にはですね、セミナーを聞いていい気分になって、それでですね、これからお金をですね、増やすことができるはずだ、こう考える方はたくさんいると思います。しかしですね、ここで終わってしまえば、セミナー前後であなたのですね、お金の量とかですね、資産の量は全く変わっていないんですね。むしろセミナーに出たのでお金が減っているかもしれません。ですから、例えばなんですけど、株のセミナーに出席をしたら、まずですね、セミナーを聞いて知識を得る。で、その後にですね、その得た知識をですね、実際に行動する。で、こうやって実際に行動して初めてお金を得る可能性があったり、お金を増やす可能性っていうものが出てくるんです。ですから、勉強して知識を得ると確かに満足してしまいます。すごい嬉しいです。本を読んで知識を得ると、本を読み終わったっていう達成感もあります。ただそこで終わらないで、大切なのはですね、その得た知識をどうやって行動に生かすか、これが大切です。ですから、これからですね、何か知識を得たら、その次に行動する、これをぜひ心がけてください。はい、では最後までご覧になっていただき本当にありがとうございました。もしこの動画が参考になりましたら、画面右上のチャンネル登録ボタンをクリックと、いいねボタンを押していただけると嬉しいです。また、 YouTube の動画説明文のリンクからメルマガ登録をしていただけると嬉しいです。最後までご覧になっていただき本当にありがとうございました。